監視カメラとは、様々な目的で監視を行うためのビデオカメラのことであり、防犯、防災、計測、記録などが主な用途である。一般的に防犯目的の場合は防犯カメラ、防災目的の場合は防災カメラとも呼称される。講義にはカメラ単体ではなく、撮影した映像の伝送、処理、記録、表示機能を含むシステム全体を指すことがある。現在我が国では都心を中心に500万台以上が設置されていると言われており、これは人口のおよそ25人に対して1台のカメラが存在する計算である。それらが日々生み出す膨大な映像データ、果たしてそこに何が映るのか、あなたにも目撃していただこう。